今日から始まりましたプロポーズ大作戦、3組のカップルに登場いただきまして3対3でですね、お見合いをしていただく、そんな番組になっております。真面目にやって、そんな番組にいつなったんですか。そうだっけ。あ、ごめん、こんばんは。 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星部です。アシスタント MC の寺田由紀です。いや、びっくりした。それはあれですか。何、プロポーズ番組をやりたいっていう希望、うん、そう、司会やってみたいんですよ僕。もしくはニュースキャスターでもいいですね。なのに選んだ番組がプロポーズ大作戦だったんですか今。そう、どこにつながってるのかなと思いきや今日のテーマはプロポーズ大作戦なんですよ、なんと。実はあ、そういうこと、うん、今日はこの靴とこの格好どれが合いますかっていう話なんですよね。あ、それだけ。そう、だからコーディネートはもう今日は決まってるんですよ。だから、まあ、今日のテーマから言うとローファーですね。はい、うん、ローファープロポーズ大作戦にしようかな。じゃあね、分かりやすいでしょ。しなくていいと思う。しなくていい。今日は、はい、まあ、ローファーが今すごくこの夏注目されていて、はい、というのも冬はね、英国調がピョンって来てるよみたいな話、はいはい、まあ、もちろん英国調もトレンドの一つなんですけれど、前々回ぐらいからやってると思うんですけど、アメリカンっていうこのまたややこしい国の要素みたいなのが入ってきてて、はい、アメリカンといえばローファーなんですよ。あ、そうなんですね。アメリカ人はこの靴をすごく好きなんですね。なぜかアメリカ人は楽ちん好きなんですよ。ああ、はいはい。で、紐ないじゃん。ない。それがこの靴の特徴なんですね。ちょっと一足、はい、一番左に取ってもらおうな。じゃあね、はい、これがローファーってやつですね。これローファーですね。ローファーの語源っていうのは実は、まあ、怠け者みたいな。あ、そうなんですか。だからこれがすごくアメリカ人たちの間でもすごく流行ったやつなんですね。へー。実は今日ご用意してるこの、うん、これですね、このローファー、うん、エンツォボナフェと言います。エンツォボナフェ、エンツォボナフェ、はい、グッチの靴とかも作ってたブランドなんですね、うんうん、で、非常に革ももちろんいいですし形も綺麗ですし、エンツォボナフェ綺麗な感じしない。確かに形がめちゃくちゃ綺麗ですね、うん、すごく裏まで、ね、綺麗に作ってるんですね、うん、まあ、これがエンツォボナフェですよ、はい、そしてもう一つ取ってもらっていいですか。これは、フェランテと言いまして、フェランテこれ何が特徴か。これは、これちょっと何が特徴だかちょっと教えてもらっていいですか。あ、はいはい、ごめんなさいね、すみません。いや、大丈夫です、慣れてきたんで大丈夫です。こんななのよ。あ、ダメだよ、高い商品をと思うじゃん、はい、だけどこう帰りがもうぐにょぐにょ。あ、本当だ。下がラバー、簡単に行く、ビブラム、これもイタリアのやつなんですけど、すごい柔らかい。ほら、もう触ってみて、この感じ。あ、柔らかい。あ、柔らかいでしょ。これ画面じゃ伝わらないかもしれないですけど、す押すとへこむんですよ、この。そう、そういうこと。スタッシュとかね、バンバン履けるような、はい、みたいなね。確かに、はい、これがフェランテです。へー、いいですね。そして、はい、これはですね、ジャコメッティって言いまして、うん、はい、これもイタリアの靴なんですけど、これは特徴が、まあ、もちろんローファーなんですね。こういうふうに切り替えが入っててスリッポンタイプなんですけど、革に特徴があるんですね、うん、ちょっと脂肪が入ってるじゃないですか。これ脂肪革っていうんですよ。へー。でちょっといわゆるカジュアルな靴なんですよ、うん、まあ、ヒントはここまでです、うん、じゃあそれぞれの、まあ、特徴は言いましたよね今、はい、きれいめな人、柔らかカジュアルな人、まあ、カジュアルな人、そんな3人ですよ。そこに対抗する男性陣を紹介します、はいはい、なるほど、うん、今女性陣の紹介ですね。女性陣紹介したんですよ、はい、男性陣は、まあ、おなじみですね。でペトリ色のスーツです。白いシャツ、はい、これは、まあ、セミワイドですね。これをちょっとボタンかなんか開けてリラックスして着る、はいはい、そしてシーラップのコットンブルゾン、その中に T シャツ。かなりカジュアルですねこれは。カジュアルですよ。でも下はグレーのパンツなんですね。あ、これ持ってくるんですね。これ持ってくるんです、ジャブスのね。はあ、うん、そして最後はなんと短パン。あら、 PT01 の短パン、ドルモアのニットジャケットにドルモアのポロシャツ。かっけえ、うん、すごいよこれ。かっこいい。リラックスしてちょっとボタンとか開けたりとかしてさ、まあ、そんなスタイルですね、はい、この男性陣たちに合う女性をですね、はい、まあ、ローファーをですね、うん、組み合わせていただきたいというのが今日の指令です。 OK Thinking time。 もう、はい、これはやっぱり、はい、あの綺麗めのジャケットですから、ちょっとエリートな感じとか、エリートな感じ、そんな彼には、うん、このお、この女の子ですよ。おお、なるほど。まあこれがもう一番綺麗系ですからね。うーん、はい、そしてですよ、うん、で、うん、これまあどっちかっていう話なんですけど、はい、え、そのジャケット黒入ってますよね。そうですね、黒ですね。
だからでも下はブラウンですね。あ、ブラウンというかベージュですね。こう行って、はい、で最後こう行きます、うん、その心は教えてもらっていいですか。その心は、うん、これ、うん、グレーに白にブルーじゃないですか、うんうんうん、ここに茶色が来ちゃうと、うん、多分色のぶつかり合いがすごいなと思ったんですよ。なので黒で締めたかったっていうのが1個と、うんうん、あと上が、うんまあ、このコットンのジャケット、うん、ですごくスポーティーな下リブも入ってるし、うんうんうん、だけど下スッとしたエレガントなパンツじゃないですか、うん、グレーのね。だから、うん、こういうエレガントよりなローファーを持ってくる、うん、なるほど。じゃあこっちはなぜ。こっちは、うん、そのジャケットに茶色が入っているっていうことと、うんうん、そのパンツにも、うん、実はそのドットみたいな感じで、うんうん、ちょっと茶色っぽい色が入ってる、うんうん、ので、うんうん、全身茶色合わせ、うん、なるほどなるほど。なるほど。だとやっぱ短パンには、うん、ちょっとカジュアルっぽいローファーが合うのかなと思ったので、うん、これです。OK です。分かりました、はい、じゃあ言うよ、はい、うん、申し訳ないんだけど今回は簡単な質問じゃない、はい、それをなんで分かんないのかなと思ってもうね結構ショック、本当にショック、すごいショック、なんて分かってくれないかなと思ったんですけど実は100点です。いやびっくりした、びっくりした。今日はね100点の中でも100点です。あ、どういうことかっていうと、はい、説明も完璧でした。やった。まずね、綺麗めなこういうスーツ、はい、それには綺麗なローファーがあるんですよ、うん、セオリー通りです、ね、よし、間違いないです、ね、間違いない、まあ、スーツにねローファーっていうのは本当はあんまり良しとされないんですけど最近はスーツのスタイルにもローファー合わせるスタイルが結構かなり出てきてるのでそれも合ってます。でしかも次このコットンのシーダップのブルーのブルゾン、なんか T シャツ下グレー、はいはい、ドレス寄りなんですよ、カジュアルで、ドレス寄りのローファーを選んでる、でも上が脂肪側でしょ、間違ってない、これも完璧です。で色合わせもここに茶色を持ってこなかったのが正解です、ぶつかり合っちゃうから、ほらほら素晴らしい。でしかも最後素足で履くじゃん、はい、短パンでしょ、これに靴下なんて履かないんだけど、はい、履かない、それもだからこの柔らかいローファーを選んだっていうと、それからこの中の黒にベージュが入ってて全体的に茶がかかってるところにこれを入れた、もう完璧です。今回は100点の中の100点です。やっ、だから100点ですよ。あ、まあ、そうですよね。だから1段階昇級かな。やったー、すごい。これ昇級したら なんていう肩書きもらえるんですかね。これファッションカレッジ1年生から2年生に上がった感じ、うん、やった、うん、な感じがする。おめでとうございます。嬉しい、ありがとうございます。じゃあ来週から2年生の寺田もよろしくお願いしますということ、はい、ということで、はい、今日はローファーの履きこなしをご紹介してきたんですけれど、スーツにもちろん合わせることもできるし、スポーティーなカジュアルスタイルに合わせることもできるし、ショートパンツに合わせることもできるんですね、うん、一口にローファーといってもいろんなタイプのローファーがあるので、まあ、簡単に言うと、まあ、全部買ってくださいっていう話なんですね。はい、そんな素敵なアイテムたちは BR オンラインで買えますので、はい、ぜひ皆さん BR オンラインチェックしてみてください。はい、はい、ということで宣伝を、はい、私ですね、はい、5月17日から21日まで、ヒロインで舞台をやります、うん、アットエモーションの桃語という作品にヒロインで、桃語あれなんですよ、桃太郎なんですけど、うんうん、絵本の中のお話です。実際に桃太郎がいる世界のお話を、うん、面白い。桃太郎って、うん、こっちで言うとヒーローじゃないですか、うんうん、鬼を倒しに行く、うんうん、でも鬼の世界の話なんですよ。だから、うん、桃太郎って悪者なんですね。面白い。なので桃太郎が来ちゃったら悪者が来ちゃって、うん、っていうお話。え、で何やんの、記事やんの。いやそうだと思うでしょ、ヒロインなんで、うん、あ、そうだよね、あのその鬼の、うん、その世界に住んでる妖精やります、うん、ぜひ見に来てください。あとあれですよね、 YouTube でね。そうなんです、 YouTube で最近カバーソング集というのを始めました、カバー曲をですね定期的にこうアップしていってますので、はい、ぜひ皆さん聞いてみてください。チャンネル登録もよろしくね。お、素晴らしい。僕もいいですか。はい、フォルサスタイルぜひですね、絶賛更新してますので、ファッションのこと、それから例えば最新の車であったりとか最新のレストラン、それ以外にも連載陣がですね結構充実してまして、楽しんで読んでいただけるコンテンツになってます。ぜひフォルサスタイル見てください。毎日更新してるんですもんね。もちろんです、毎日です、はいはい、ぜひ皆さん見ていただければと思います、はい、じゃあ今日はこの辺で。
実はこのレイバン、アメリカのテイストなんです。今年の春夏、サングラスといえばレイバンというのが非常にブワーってまた来てる。これね、面白いね。ブロータイプって言って眉毛の上のところだけセルが入ってる。あー、で下が金縁で、そうメタルになってて、使い方として例えば、うん、ここにベルとか、これいいですね。サングラスってね、だからかけるだけじゃなくて道具として使うっていうのは僕かっこいいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。